そのお金で8両貯めた。おとなしい。お、登ってってる。うわ、あれねー。すごいよ。アラブのお金持ち。あ、本当ですか。ヘビ高いからさ。触んないで、触ったら反応するから。ごめんなさい。なんか気になるな。プレイじゃない。もうひたすら見たい。餌もあげられるんですよね。そうですね。まあご飯やりはまず触ってみてからでもいいかもしれないですね。うん。そのコオロギあげるってことですか。そうですね。生きてるやつです。じゃあレオパちゃんはですね、はい、尻尾刺激与えちゃったりとか、まあ、大きい音立てちゃったりすると。あの自節って言って尻尾を切る能力があるので、あの尻尾はねあんまり触らないようにしてあげてください。で動くかといって握ったりとかやめてあげてください。はい。うわー、かわいい。気持ちいいよね。うん、こっち見てるね。めちゃくちゃかわいい。この柄綺麗。うん。なんか虎。この手。子供の手みたい。かわいい。最後どのくらいのデカさになりますか。これで最大です。でこの子は品種的にあのジャイアントって言ってでかい品種なので、普通のレオパはもうちょっと小さいって思ってくれてもいいです。で結構正面から見るとにんまり笑ってるように見えるのがレオパちゃん、すごいかわいいところ。そうですよね、うん。今日は特別にレオパちゃんにご飯とかあげれる。ありがとうございます。やってみますか。はい、じゃあご飯なんですけど、出た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 、これがね私はやっぱりちょっと違うなってなって、はい、まあレオパちゃんたちなのでご飯はこちらのコオロギになりますね。あ、これ何まぶしてるんですか。これはあのカルシウムパウダーをまぶしてあります。虫だけだと足りない栄養素がどうしてもあるので、最初はご飯をつまむのも結構難しいんですけど、はい、慣れてないとつまむとこからやってみます。はい、コオロギを潰さないようにポッて潰さないように、まあ、基本ギュッとやっても死なないんで。難しいです、ね、ちょっと掴んじゃっていいですか。行きました。はい、じゃあそのまま立ってもらって、これは顔の前に近づけてあげてください。下は多分食べるって、食べたら離してください。あ、おお、うん、早い。その調子であと 1,2 引き上げてみて大丈夫です。すごい、やる。私大丈夫。やっぱりね、肉食はちょっとちょっとダメだった。でもカメレオン、あ、カメレオンにも同じコオロギをあげれます。本当、私、はい、カメレオンにあげたいけどコオロギちょっとやだ。いや、上手にやって、途中で話さないで。あ、ほら、それ失礼しました。ゆっくり顔の前に持ってってあげてください。今探してるんで、次の子はどこだって。落ちちゃう。どう食べる。あ、おー、食べてる顔がすごい可愛い。可愛いです。カメレオンにも今日は特別に、そうです、ね、嬉しい。ご飯をあげてもいいので、ユミコ持っていいよ。あ、うまいね、捕まえんの。生きてる、カメレオンちゃんね、生きてる生きてる。だいたい5センチぐらい前で構えてあげると、そうです、下伸びてくれます。食べます。あ、届かなかった。すごい。最高。で本来であればここで咀嚼してるときに、うちはスポイトで水もあげてます。あ、水いっぱいあげなきゃな、ね。そうですね。カメレオンは結構。これどこに垂らしてますか。うちはねドリッパーじゃなくて、そのだから咀嚼するたびに水を直接口に入れてる。あと何匹かあげて。いいんですか。ちょっと待って、じゃあちょっと携帯取ってくる。じゃあ僕は持ってきましょうか。あ、大丈夫です。あの慣れてきました。はい。あのなんか静かになったから。もう伸ばしてます。おー、食べた。すごい。すごい。最高。ご飯やりもいいんですけど、
今日は特別にということで、そんな長くは触れないんですけど、軽く腕乗りぐらいできる。マジで、はい、めっちゃ嬉しい。いいんですか本当に、はい、ちょっと爪が痛いんで、はい、もうダメな時は終わりって言ってください、うん、全然大丈夫。嬉しい。すごい。おにごも撮影こっちです。こっちです。ごめんなさい。すごい。嬉しい、カメレオン触れんの。こすごいですね、ここの頭の。そうですね、エボシカメレオンって言って、これが特徴のカメレオンなんですけど。あ、エボシ。そうですね、平安時代とかのエボシみたいな。あ、そういう意味なんだ。そうです、乗せてみます。あ、うん、すごいよ。ちょっとね、爪が痛いんで服に乗せますね。はい、すいません、はい、あ、でも全然イグアナとかより全然。あ、本当平気だった。え、かわいい。そっち行きたい、そっち行きたい。綺麗、ね、はい、色、ほんと蝶々みたい、ここの柄、うん。冷たい。本当？うん。あ、尻尾かな。すごい。カメレオンちゃん、この子はそうなんですけど、この尻尾を。あ、くるくるしてきた。ちょっと今ね、腕にヘタってなってるんでやってくれないな。尻尾がね、フリーになってると巻いてくれるんですよ。じゃあご満足されたらそのままお家に戻してあげる。はい、戻ってくと思うんで。そう、かわいそう。だからね、うん、もうあんまり。あ、これ今これやってくれます、ね、この子今2歳ぐらい。おお。こうやると巻いてくれます。あ、綺麗。おー、くるんくるん、かわいい。すぐ伸びる。あ、一結構いい写真撮れてる。あ、そうそうそう、すごいピースしてるみたいな。まあ、僕個人的な趣味でゴキブリちゃんがすごい好きで。それも大丈夫です。僕を嫌いな人に触れするのはちょっと心痛いんですけど、ゴキブリの良さに気づいてほしいんで、今日はぜひ触ってほしいかなって。良さがあるなら。虫はでもさっきコオロギで大丈夫じゃないですか。いや、でももう違うんですよ、そもそも。あ、嘘。ちょっと待って、ちょっと待って。まあ、一番ベーシックな森ゴキブリちゃんたちなんですけど。あ、絶対無理。絶対無理。そのなんか楽しみ方は何ですか。そのゴキブリはすごい効くじゃん。まあ、なんていうんですかね、僕の個人的な考えで言うと懐いてくれると思ってるんで。でもどうしたの、どうしたの、どうしたの。殺虫剤作る人が言いますよね、はいはい、あ、育てて、そうです、ね、殺して育てて、まあ、殺してって言ったらですけど、なんか愛着湧くって。そうですね、あの本当飼ってみると考え方変わります。ゴキブリってすごい知的な生き物なので、めちゃくちゃ賢いです。あ、そうですよね、ずっといますもんね、地球上に。そうです、そうです。でもやっぱそうですよね、あのもうちょっと大きい種類なんです。あ、嘘。ちょっと大きいのはマジで無理だと思うよ。あ、無理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 。嘘、大きい方がまだ耐えれない。あ、嘘、耐えれない。耐えれる。あ、耐えれる。これが大人で、こっちが子供。あ、それは無理。色だ、色、色だ。黒無理。まだ羽が生えてない、まだ大人になりきってない。あ、なんか、あ、う、あ、みたい。あれみたい、化石。なんか、うん、なんか。三葉虫。三葉虫。まあ、こっちの大人の子。これ何食べてるんですか、カブトムシのやつ。あ、そうです、昆虫ゼリーを食べます。まあ、ゴキブリ有機物であれば何でも食べてくれるんで。あの、うちは昆虫ゼリーとドッグフードあげてます。へー。ありがとうございました。いや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 。でもさ、ほら、普通のゴキブリより大丈夫だって。いやいや、いやいやいや。ほら。かもしれない、無理かもしれない。あ、無理かもしれない。無理かもしれない。お兄さん、お兄さん、お兄さん。いや、ゴキブリ。ガチなやつや。いや、ちょっとな、ゴキブリって名前がな。お兄さん、嘘。まあ、ゴキブリって言い方、そうだから結構かっこいい人なんかは。じゃあ日本語の名前じゃなかったらゴキブリって何て言うんですか。英語でローチって言うんで、コックローチとか言うんですけど。あ、コックローチ、まあ、僕たちはこういう、はい、あのペットのゴキブリはペットローチ、ペットローチって言います。学名はないんですか。学名はあります。ブラベルスギガンテウスっていうゴキブリです。あ、そうやって聞いたら触れんじゃない、変にバンってやってすると、こっちに飛んでくる場合あるんで、優しく触って
ないです。すごいよねゴキブリって本当に。ちょっと違う。触るだけなんで大丈夫ですよ。ああ触った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 。ただこれさね足感を楽しむ。いやいや大丈夫です。大丈夫ですか。簡単に言うんじゃねえよ。すごい汗かいてきた。もうちょっともうちょっと。ひみこ左目も気をつけて。原さんどうですか。大丈夫。いやなんで。お兄さんなんで。お兄さん。やばいゴキブリは本当にゴキブリはやだ。お兄さんちょっと手を持っててくれない。ひみこ記念写真撮らないと。ひみこちょっと待ってね。ゴキブリ。オッケー。いいよ。大丈夫です。いやゴキブリはちょっと違うよね。おおいいじゃん。いや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 めっちゃいい写真撮れた。吉田さん見てください。すごい余裕そうなんです。大丈夫。私ゴキブリは本当に無理だから。ありがとうございました。いやいや服が汚れる。服が汚れる。傷つきます。あ売りたい。宣伝をこうやってしながら。はい。東屋商店から、販売されております。違う聞いてます。無理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 。ちょっと待って。あとで直してきます。東屋商店から、東屋商店。あ、ボクシータイム。そうです。テレビっぽい。楽しんでほしいな。いや、マジでゴキブリはだって。これ、卵の時から育ててます？卵の時から育ててます？そうです、そうです。あの、それ聞いてどうなんだ？森ゴキブリは。ペット用のゴキブリは病気とかも。ほぼ持ってないし、土の中で暮らしてるんで汚くないんで大丈夫です。まあちょっとこの、うん、まあまあいいか。あのトカゲとかと変わんないです。そうですね。告知のためにああ構わんだよ。マジで音が無理。カサカサ言ってるから。うおちょっと気持ち悪い。告知お願いします。はい、東屋商店から出てますこのトレーナー、ぜひ皆さん買ってください。お値段は？あ、これ値段わかんない。これちょっと高いです。ちなみにあのこの T この T シャツもまだついてるから大丈夫。まだまだいい。フリーゴキブリは本当になんか全然わかんない。でも触ってくれるぐらいでも全然。何を共有したいんですか。可愛くないですか。全然可愛くない。僕もチューもできる。違う。いやもうね。いやえここってお兄さんだけですか従業員。あ一応僕とオーナーでやってます。あなんでそこに置いたの。ただまあ過去には。えなんでそこに置いたの。アルバイトの子いっぱいいましたけどみんな全然触れましたよ。じゃ今日は温度がちょっといい感じの温度なので。はい、すごく暑いです。せっかくなんで。あ外、はい、あの爬虫類とお散歩を。はい、結構天気のいい日なんか、まあ、今日ちょっと曇りなんですけど、まあ、気温が高くて天気いい日なんか日光にさらしてあげて、しっかり体温めてもらうんですよ、はい、それをよくやるのでお二人にもぜひ。やった ありがとうございます。まあ、ちょうど二人いるんで片方がイグアナ抱っこしてで、片方はリクガメちゃんと並走してみたいな。あじゃあ私リクガメにしようかな。イグアナちゃんね。ですということでやってきました。下ろすと好きなように動くんで車とか自転車に気をつけながら頭置いてあげていいですよ。うん、めちゃくちゃシュール。いや、イグアナ抱っこしてるのシュール。お散歩タイム。だいたいお散歩の時間ってどのぐらいなんですか。暑すぎる日なんかは出しすぎても、はい、暑くなりすぎて泡吹いちゃうことがあるんで、あ、そうなんだ。まあ、温度にもよるんですけど基本的には 3,40 分ぐらいは出してあげますね。うん、すごいよ。
どうでしたか？いや、めちゃくちゃ楽しかったです。よかった、そう言っていただけて。念願のやっとユミチャンネルに出てもらえたので。いや、それもだし、そう、うん、念願の人のお金で発注売るんで最高でした。いや、よかったです。忙しい合間を縫ってありがとうございました。またぜひぜひ。え、よかったです。はらちゃんがご満足していただけて。ありがとう。またぜひぜひ私の番組にもご出演していただいて、よろしくお願いします。ってことで今回は以上、これまでありがとうございました。また見てねー。